Suzuki exhibited its 250cc Gemma scooter, which features a full-flat two-seater design in a new pearl-red color at the 2009 Tokyo Motorcycle Show.一応こちらのジェムはですね、昨年の7月に発売したニューコンセプトスクーターという形になると思うんですけれども、シートが非常に低いということで、シートが平らであるということ、今までのスクーターはですね、あちらにもありますけれども、こう後ろのシートが段になっていて、2人乗りをするとですね、その分重心が高くなって、安定性に欠けるという一部分もあったんですけれども、ジェマの場合はそれをなくそうと、2人乗りで楽しんでいただこうということで、こう見ていただくと分かるように、ホイールベースの中に2人が収まるような形で、2人乗りしても非常に安定性のある、楽に乗れるスクーターだと思っております。このモデルはですね、4月から発売する、新色パールレッドという新色になりますので、このとても素晴らしい、ね、先進的なデザインのジェンマに、マッチしたカラーじゃないかと思っております。 The new Pearl Red Gemma will go on sale beginning April 24th, 2009 at a price of 681,450 yen. Digging for News